はい、アップルウォッチシリーズ10が来ました。アップルウォッチね、普通はですね、ここの荷姿からの開墾はしないんですけど、アップルはいつもこの荷姿からのね、開封方法が素晴らしいので、ちょっとここからやっていきたいと思います。ほらほら、ピーリングね、こう引くという開封方法です。で、ここをこう開けて、アップルウォッチの箱が出てくると。アップルウォッチということで、さあ、じゃあこれは本番開けていきましょう。これもね、なんかこうビニール素材とか多分使っていなくて、ここをパシッとね、こう引っ掛けてあるだけね、紙をこんなになって、もうワクワク感がありますよね。お、2つあるんだな、これ。多分本体とバンドね、Apple Watch シリーズ10の本体とバンドですみたいな感じでございます。ストーンブレイスポーツバンドってやつね。ストーンブレイスポーツバンド、これ上に上げるんだ。ん？こうか。ああ、なるほど。ここでちょっとやると上に上がるんだ、これがね。こうやって取り出します。で、これがバンド、本体って言いますか。こんなになってます。本体となんかインストラクションみたいなやつね。違う、インストラクションじゃないや。こっちから行くと、これあれだ、充電器だ。充電器はこれどうやって開けるのかな。あ、こうやるんだ。あ、充電器来ました。はい、本体、ついに、じゃーん、ちょん。ということで、Apple Watch シリーズ10来ました。シルバーアルミニウムね、シルバーアルミニウム。はい、まあ、これを買った理由ですけども、まあ、今も、まあ、散々ちょっと出てますけど持ってるんですよね。今も使ってます。で、これがですね、 Apple Watch シリーズ4ということで、非常に古くて2018年9月ということで、今から6年前、相当前です。で、こっち 44mm ね。で、新しい方は 46mm ということで、まあ、その辺の画面サイズが、まあ、大きくなったことは嬉しいことは嬉しいんですけども、まあ、買い替えるほどの理由じゃなくてですね、まあ、一つはもう今ここなったように消えると、Apple Watch当初はですね、こうやって普通に消えちゃうと。で、こう傾けると出るということで、まあ、これはこれでギミックで面白かったんですけど、こうたまにですね、そーっとこうやるとこう出ないとかですね、あって不便だということですね。最大の理由はですね、この Apple Watch シリーズ10、まあ、これ買うときに睡眠時無呼吸検出が可能になるということで、まあ、買いました。自分がですね、まあ、無呼吸あるわけですよ、寝てるときに。カッって止まるんですよ、らしいんですよね、息が。あ、でも自分でわかるのはね、なんか溺れてる夢見て起きるみたいなね、いうことはよくあります。でも非常に苦しいんです、あれね。ということで、これで睡眠時無呼吸検出がどのぐらいなのかっていうのを自分でチェックしたいということが最大の理由であります。ということで、画面が 44mm から 46mm にちょっとでかいかな、薄くなったんだって。ちょっとわかんないかな、これ出っ張りあれかな。このシルバーアルミニウムストーングレイスポーツバンドという、まあ、こういうセットで買いました。ということで、さ、これから iPhone と連携して、今日からこっちを使っていこうと思います。